SNS で誹謗中傷を受けて誰にも相談できないときは、そんなときはインターネット人権相談受付窓口、違法・有害情報相談センター、誹謗中傷ホットラインなどの相談機関を頼りましょう。誹謗中傷の削除依頼方法をアドバイスしてくれたりしますよ。そんな窓口があったんだ。皆さんをサポートします。どうか一人で悩まないで。頼りになるね。詳しくは特設サイトでロングバージョンの動画をチェック。鷹の爪ハッシュタグノーハートノー SNS で検索。